とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントありがとうございます。冬の指先の厳選方法を教えてほしいということです。ありがとうございます。冬の指先。これですね。弓の中で、冬の指先は最強の部類に入るかと思います。間違いなく強いですね。で、弓は、攻撃力がそこまで重要じゃないと思いますので、特にこれなんかはね、タワーで厳選しなくてもいいと思います。で、入手方法はダウンロードコンテンツの冬のステージ、ここなんですけども、まあ出ません。なかなか出ない。なので、古代狩りが間違いありません。で、お供え物のセットですけども、防具に、狼のアーマーですね。で、弓に、ロングボウかショートボウ。あと普通の弓でも良かった気がしますね。この3みたいなマーク。これを入れてください。この2つでいいです。この2つだけ。そうすると、フロストワーデンっていうのが出ますので、こいつから入手することができます。で、このお供え物のセットですけども、クリーパーの森。ここを周回することで簡単に入手することができます。めちゃくちゃ簡単ですね。ここで狼のアーマーと弓、両方出ますので、ここで、装備を集めて、で、古代狩りに行きまくってください。必ず、出ると思います。冬の指先は本当に出やすいので、いけると思いますよ。では、パーセンテージを少し上げてからいきますね。それでは、行きましょうか。装備これでいきます。呪いの斧と、ウィザーのアーマー、そしてハープクロスボウですね。で、羽ではなくって、ブーツ、ドラ、キノコです。ちょっと待って、ドラちょっと弱いやつになってるな。254の方のドラに変えていきます。いや、久しぶりに、ウィザーアーマー来たな。昔はね、もうこればっか来てたんですけども、いや、懐かしいな。OK。で、難易度は、若干下げてきてます。22かな。うん、若干下げてきております。おいおいおい、やっぱ痛いな。痛いわ。OK。んで、チェストは18。まあまあまあ、それなりに、合ってくれるかな。どうでしょう。いた。いや、やっぱ移動は若干遅いな。遅いけどもまあいいか。ある程度のんびりいきましょう。 OK。 よっしゃ。とりあえず1箇所目どうだ。はい、外れ。でも多分この感じだと全然3体4体は出てくると思います。 OK。 いた。いた。まあ、難易度下げてるんでダメージはそこまで痛くないんですけどね。シャタタ。 OK。 でフロストワーデンは確か変更を持ってたような気がするな。うん、変更があったような気がする。ちょっとエンチャント忘れたんですけども。やっぱ変更あった。はい、外れ。で、周りのやつらが、トゲだね。もうすごい戦いにくいやつらではありますね。うん。でもまあ、変更がついてるので、まあ、近接でガシガシ戦えば、すぐ倒せるかと思います。で、フロストワーデンは、入手しやすいんですよ。こいつが落とすのが、雪の弓系だね。雪の弓と、冬の指先。で、スノーアーマーとフロストアーマー。この2つなんですよ。うん、この2つしか落とさないので、厳選は、まあ、他の装備に比べたら格段に、簡単かと思いますので、まあ、ぜひやっていきましょう。まあ、とりあえず、1体いたので、もう少しいるでしょう。探しまーす。おっしゃー。2体目。まあ、サクッと倒しちゃいましょう。え、さっき何出たっけ？あ、スノーアーマーか。オッケー。あ、いやいや、忘れてた。危ない、危ない。もう俺、毎回忘れるな。毎回忘れる。あのね、ボスと戦うときは、これね、幸運の海、絶対つけてください。うん、幸運の海つけてなかったから、ノーマルの方が出たんだよね。海をつけると、全然、ユニークが出やすくなりますので、必ずつけるようにしましょう。次はちょっと忘れないようにしよう。完全に忘れてた。よしよし、すぐ横にあった。装備を変えて、もうほんとボスと戦うときだけでいい。うん、戦うときだけでいいんで。いや、でも、出ないときはある。出ないときはあります。ちょっと待って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 。痛すぎる。これ、ポーションバリアついてないんで、ちょっと痛いっすね。もう一体ぐらいいるかな？いや、もういませんでしたね。で、戻ってきました。戻ってきたら、必ず、ピグリン商人を確認してください。ここで確認するときも幸運つけた方がいいのかな？いや、あんま関係ない気はするんですけど、まあまあ幸運を一応つけちゃってもいいんじゃないでしょうか。3回ぐらい変更していいですね。お、ウィザーだ。いらない。で、幸運チェックして、で、その後また、古代狩りに行くっていう、こういう周回方法ですね。はい。で、古代狩りで、お供えするのは、ないね。もうなくなった。狼のアーマープラス、ショート棒とかロング棒とか、弓系ですね。それをお供え物にしてください。そうすると、フロストワーデンっていうのが出ますので、そいつで、冬の指先を狙ってみてください。他の装備よりも確実に出やすくなっておりますので、はい、ちょっと挑戦してみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。お、ちょっと待って、忘れてた。忘れてた。もう一個言うの忘れてた。冬の指先の、また急に戻ったけども、ユニーク装備じゃない。冬の指先の、理想エンチャントですね。は、バーストボウストリングとクールダウンショットでチャージ系ですね。アーティファクトチャージかロールチャージ。この3つがついてれば OK です。残りの1つは、まあ、連鎖反応とか、長弾とか、もしくはリフレッシュなんかもいいと思います。はい。そのエンチャントがついてる黄金スキルのやつを探してみてください。それでは、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。